さて、ラーメン屋なのにカツカレーが。よし、ラーメン食べよう。並んでんのか。すごいな、ラーメン屋並んでるわ。いただきます。すごいよね、酒しか信じない。クーラーメンさんのラーメンです。これはね、レッドチリラーメンっていうラーメンです。どうやら担々麺かな、見た感じね。人気メニューっていうか一番メニューだったんでこれを頼みました。うまい。辛っ、めっちゃラー油の効いた担々麺。あ、すいません。全然日本でも成立する味だ。チャーシューもね、分厚くてよく作られたチャーシューが入ってる。ニューヨークはさ、結構ラーメン激戦区でめちゃくちゃあっちこっちにラーメン屋があるんですよね。やっぱ話のネタに経験しといた方がいいかなと思って近くのラーメン屋入ってみたんですけど、すごいクオリティ高いわ。煮卵もね、半熟加減がちょうどいいんですよ。うまっ。ああ、体温まった。うまかった。ごちそうさまです。美味しいラーメン屋さんでした。面白かったのがね、あのクレカのピンコードをね、打つときに、あの日本でさ、あのこう目を隠しながら背けるやつ、あれをやってくれて、めっちゃ教育されてるなと思って、面白かったっすよ。多分あれは普通に日本人系のお店なんですかね。なんか若干怪しい日本語が逆に日本人の僕の興味を駆り立てるという、すごいマーケティングに成功していた気がする。さて、ちょっとせっかくね、ここ今ウォールストリートなんですけど、あのワールドトレードセンターが近くにあるんで、まあせっかく来たんでね、そこぐらい一目見ていこうかな。で、帰ろうかなと思います。ここがビルが倒壊した現場かな、ね、よく見るよね。でこう亡くなった方の名前がずっと彫ってあるんですね。やっぱね、一回は見ておきたかったんで立ち寄れてよかったな。こっちにあるってことは多分もう一個どっかにプールがあるはずだよね。2つあったもんね、ワールドトレードセンターは。それはどっちにあるんだろう。あっちかな。ちょっと探してみようかなと思います。あのテロは本当に衝撃的でしたよね。俺もね、実家で確か自分の部屋にいたら親父が来てテレビ見てみろって言ってね、確か。でちょうど飛行機がね突っ込んだところだったんですよね。最初はなんか事故とかって言ってたんですけど、いやそんなわけないだろうって話になって、まあね、テロでしたっていう話で。今でも覚えてますよ、あのテレビを見た記憶っていうのは。すごいなこの建物。
わあすごい、ここがなんだかもわからず今入ってます。すげえ、なんだこれ、ここは何なんでしょう。駅か、駅に繋がってそうだね、あっちの。そうだね、駅、完全に駅だねこれ、駅ビルなのか。次は僕はブロードウェイに移動します。そしてライオンキングを見ます。なので特に映像は残りません。僕が一人で楽しんで終わりです。ブロードウェイに向かいがてらマップを眺めてたら面白いものを見つけちゃったんで来てみました。本を売るならブックオフ、ブックオフ、アメリカっていうかニューヨークにブックオフあるんだ。あ、ブックオフだ、すごい、まごうことなきブックオフだ。俺この並び方もブックオフだし、やばっ、すげえ。なんか買って帰ろうかな。すげえな。進撃の巨人かなこれ。服装がすごい俺たちなのがいいね。え、このピカチュウ80ドルもすんの、なんで。日本からスーツケースいっぱいに仕入れてきて転売したら結構いい差額取れるんじゃないですかねこれ。もう英語であることをこの辺放棄してるもん日本語の小説だ。ああこうやって日本の本もブックオフくれば手に入るんだね、すげえな。別に中が英語化されてるわけじゃないよね、完全に日本の本だよね。ああ日本の本だ。なんかさ、ニューヨークで暮らしてて日本のビジネス書読む意味あんの、日本語で。もう一軒来てみました、任天堂ストアニューヨークです。この間ね京都にできたばっかりの任天堂ストアがありますし、東京にもね結構前からあるんですけど、まあ、やっぱねニューヨーク店、確か一番最初にできたのニューヨーク店でしたよね。よいしょ、聞くか来てみたかったんです。ゾウのマリオが、そんなにバカみたいに広くはないんだね。このスウェットかっこいい、いいな、あーいいな、欲しいな。いくら、44ドル、44ドル、6000ちょっとか。まあまあって感じだね、まあ買えなくはないな。ちょっと
ルイージ扱いが弱くない、こんな階段の陰に追いやられちゃって。あ、かわいい。これはお迎えしないわけにはいかないな。とりあえずこいつだけお迎えしますか、せっかくだし。君まあまあいい値段するね。3000円か。まあでもいいかね。お迎えしました。よし、ミッションコンプリート、行きましょう。ハードロックカフェです。ハードロックカフェタイムズスクエア店でした。あ、お腹いっぱい。じゃあ行きましょうかね。夜のタイムズスクエアはまた綺麗ですね。昼と雰囲気が全然違う。いや、綺麗だな。めっちゃ明るいよ。この電飾だけでどれくらいの電気代がかかってんだろうね、これ。人が多い。さて、これからはお楽しみのライオンキングを見る時間でございます。当然のことながら撮影禁止なので、この辺で失礼させていただきます。さあ歌おう、さあ弾けよう、思い切り声出して、ワク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 、やきもきやきもき、ミュージカル。いやー、よかったわ、ライオンキング。すごかった。ロングランになる理由がわかるね。デフォルメの仕方が絶妙で、ただの仮想劇っていう感じじゃなくて、すごいその動物になったり人型になったり、引きの絵を使ったり寄りの絵を使ったりみたいな、遠近法だとかいろんな表現を使っててね。あれ、人間だけの劇だとあそこまでのことできないから、ああいうやっぱり動物劇だからこそできる表現で、めちゃくちゃ面白かったし、音楽もねすごい良かったし、内容はねライオンキングなんで英語わかんない僕にもわかるし、めちゃくちゃ満足度高かったです。今もう夜の9時半なんですけど、9時半とは思えないぐらい人がいますね。なんかライブやってる。何のライブだろう。とりあえずちょっと騒がしいところを抜けてタクシーを呼んでホテル帰ろうと思います。